まあ、皆さんもそうですけど、本当にみんな何もできなくなった、まあ、時期がありましたよね。でこうとにかく毎日モチベーションが上がらない中、もちろん撮影もできない。で舞台も僕ら今年岸谷五郎とやってる地球ゴージャス、舞浜でやる、まあ、やってたんですが、まあ、8公演しかできなかった。悔しい思いもしました。で何かやりましょうよというお話があって、で確かに やりたいけど今何もできないじゃないっていう話の中から、何か配信でもこう見てる方と共有できる時間を作れないかということ、しかも少人数でね、でディスタンスを保ちながら稽古もしなきゃいけないし、なるべくこう少ない人数でできるものは何だと考えた時に、とにかく稽古期間も長く取れないので、まあ、取らなくていい即興劇はどうだろうと。で歌う曲を数曲決めといて、であとはもうその日のゲストと一緒に考えながらお客様にお題をもらってって、その生で作り上げていくっていうことをやってみようかということで、まあ僕一人だとちょっと不安だったもんですから、ここはもう頼りになる相棒のつかちゃんですね。もう先輩風を吹かして LINE でこういうのがあるけどやってね、うん、ね、もう決めていらっしゃいました、ね。そこはちょっとね、年上の力を使いましてね、はい、うん、パワハラではないんですけどね、何か共有できるものがうまくできればなと思っております。で今日リハーサルもちょっとやりましたけども、こう若くてね、美人のね方々とやれるのもね面白いですもんね、はい、おっさん2人がですね、なんとかフォローしながら、楽しい世界を作っていけたらなと思っております。もうスカちゃんでやるからっていうふうにはもう決まってたもんで、でもなんか本当に面白い試みですし、やっぱりねこう、舞台っていうものに携わる人間からするとやっぱり今の状況っていうのはすごく、ね、難しいですけども、そんな中、まあ、配信っていうシステムがありながらも、いろんなこの、エチュードをする前の設定だったりとか役柄みたいなのはそのお客さん見てらっしゃる方からいただくというシステムでやるので、お客様も参加できる形っていうのは面白いですし、なおかつエチュードやからどういった流れになるのかも読めない分に、そして参加した人はその、出たお題とかどういうふうにこう組み込んでくるんだろうっていうのだったり、あるいはちょっとこれは当日まだね、今日は合わせたばかりですけど、そのミュージカル的なブロックがあるのをどういうふうにみんなでやっていくんだろうみたいな、こう決まってないっていうことも楽しんでもらえるような、なんかこう参加できる舞台になりそうですので、楽しみですし不安ですし怖いね怖いです、怖いよね、本当に何にも決まってないからお客さんも楽しみながらちょっと心配しながら見てもらえたらなっていうふうに思ってます。もう私はパフォーマーをずっとやってきていたので、なのでこうお客さんの前で初めて生歌というか歌を歌ったりとかそういうものが初めてなので、できるかなっていう不安と、あとはこうエチュードっていうことでそちらもあんまり経験がなかったので、どんな風になるんだろうって、お稽古もないって聞いて、はあ、できるかなってすごく不安だったんですけど、今日顔合わせをやらせていただいて、本当お二人の力に支えられながらすごい楽しい空気で、なんか本番がすごい昨日の夜は不安でドキドキしてたんですけど、なんか本番の前の日は楽しみにしながら眠れそうだなと今日思いました眠る方メインで舞台の方じゃなくて前の日眠れる方で眠れるかなって思いましたはい、本当に未熟者なんですけど、お二人に支えていただきながら、お力をお借りしながら、素敵な明るいパワーを届けられたらいいなと思っています。私は普段乃木坂46というグループでアイドルとして活動させていただいているのですが、やっぱりこうコロナの影響でたくさんのこうエンターテインメントの場がこう失われているなと日々感
感じているので、その中こんな素敵な企画を思いつき、でそれを実践してくださった思いつき褒められて褒められて思いついたとこから褒めてくれてるこれをもう実践しようとこう動いてくださる方がいるってことに本当にすごく感銘を受けましたし、ありがたいなって思いますし、でその中でこう私も出演させていただけるということで本当にありがたい機会だなというふうに思っています。なかなかこう明るいこともなかなか減っていますが、楽しいこともなかなか減っているんですが、少しでも配信という形ではありますが、皆さんにこう楽しい演劇を届けられたらいいなっていうふうに思っています。今日もお二人と初めてお会いしたのですが、とても優しくて、私もちょっとまだちょっと不安は残ってるんですけど、お二人に支えていただいて素敵なパフォーマンスをできるように精一杯頑張りたいと思います。さっきもちょっと仮に設定を作ってやってたんです。さっき少しだけ触りだけやろうっつって、塚地君が早速ウニダンスを踊れっていう指令を出してますね。はい、いただきましたね。やってましたね、ウニダンスね。はい、もうキレッキレのかっこいいやつでしたよねどの辺がウニかっていうと、この辺の針の部分、はい、表現させていただきました、そういうのも本番でその場で出てくると思います。はい、はい、頑張ります、はい、お客さんからいろんな案だったり設定だったりをもらってから始まるので、そこの部分でいうと多分お客さんも参加してる気持ちにで見ていただけますし、中もどうなっていくのかわからないっていうのは、本当にハラハラドキドキもしてもらえるんじゃないかなと思うから、こう用意したものをこう配信しますっていうのとはまた違ったお客さん参加型のね感じになるだろうし、もうそれぞれの美女たちのファンの人とかは例えばこういった性格でやってほしいとかっていうのをこう送っていただけたら、その中から選んだやつが使われるから、自分のつけたい名前みたいな、こんな名前にしてほしいって下の名前でまんま出ることになったりするんで、お俺の名前使われたみたいな部分もあるから、配信の面白みみたいなのもなんか生としてエチュードのみならずお客さんのなんかこう発案みたいなのもあるから、それはちょっと面白い部分だなとは思いますね。今日はまあそれはなかったからね、練習ではまあ僕ら勝手つけて、まあ、あだ名がね、野々力ちゃんだから、はい、力子っていう名前にしました、はい、で、ね、せいやちゃんはそのマクドナルドが好きなんで、はい、店員さん役を今日はやったんだけど、まあ本番やんないけどね、はい、で、マクドナルコっていう名前にして、で、口癖が私のスマイル5000円っていう稼がつくというかねお題みたいなのもそのね見てらっしゃる方からいただいてみたいな形になるので、本当に言ったよとか、あ言わねえなとか、いろいろ楽しんでもらえる感じでしょうし、でこれリハーサルとは言えないじゃないですか、本番がないから。今日はこんな感じでって設定決めてちょっとやってみようかみたいなね、触りだけねやってみましたけど、お二人とも面白かったですよ。なかなかこう、はい、グイグイ来てましたよ。もうちゃんとね、ちょっと自分の持っていくポイントみたいなのもあったりとか、ボケるし、まあ何回かこれまでも共演はさせていただいて、去年のドラマががっつり、ね、はい、ずっと一緒だったんですよ。でその時にもこの一緒に何か作っていくのは岸谷五郎か塚地無駄しかないと俺なんか確信しまして、で、五郎ちゃんはなんか他のことやってるんですよ、この時期ね塚ちゃんだと思って、でも忙しいのは知ってますけど、なんとか稽古も1日ぐらいで進むかもしれないし、当日だけ来てくれれば最悪いいから、そこちょっと開けねっていうふうに、まあ、お願いというかもう強制的にね、はい、頼むよ塚ちゃん、まあお別れのように、私には分かりませんけどみたいな言い方じゃないですかねお別れのようにもアドリブもできる、まあ、芝居もうまい、笑いに関してはやっぱねもうプロフェッショナルですから、でこう僕は本当に真面目な話、その笑いが何て言うんですかね、
とても紳士といいますか、その悪ふざけではない、そのきちんと感情にのっとった笑いなんですね。そこはまあ僕らもそうですから、きちんとしてるというのかな。僕の中ではつかちゃんは演じる延長の笑いなので、そこはすごく共通点があります。でこう何て言うの、汚くないっていうのかな、綺麗なんですね笑いが。笑いがって言われちゃうと見た目の方はになっちゃうんですけど、そこがまあ本当に最重要ポイントといいますか、そこがもう大好きなところなので恥ずかしいですしかないですいやっていうか、そうですね、ありがたい話ですし、僕もやっぱりこう寺脇さんとご一緒させてもらったドラマで本当に親しくさせていただきましたし、あの中で の, あのドラマ中での石谷さんの心構えとか、そのさ、寺脇さんのやめてもらおうか、ごめんなさい、はい、ごめんなさい、寺脇さんのその心構えとかサービス精神みたいな感じで、やっぱちゃんとあの素敵な雰囲気の中にもちょっとこうあのサービス精神あって、笑いをこう届けようという姿勢とか、それこそ本当に真摯な、本当に僕のやってるなんかこう目指すお笑いみたいなのに近いですし、多彩ですし、やっぱこうもう演技なんてもちろんのことですけど、ちょっとしたこうダンスシーンとかももうなんかこうね、今までやってこられた、なんて言うんでしょうね、こうなんかこうキレもそうですけど、やっぱ面白さとかもちゃんと含まれてるものというか、もう何もかも盾だったりとか全てを網羅されてるので、憧れの先輩でもあるので、頼りにしてくれるんだったらもうやりますよという感じで返させていただいた感じです。まあ、でも私はずっとこう、さっきも言わせていただいたんですけど、パフォーマーとしてこうお仕事をしてきていたので、でもこれから挑戦したいお芝居の世界っていうのも、の中に自分 の, その、まあ、武器を持っていけるっていうのはすごい、そこを私ができるその自分の特技というか強みはダンスだと思うので、それでこうちょっと他とは違うような世界をこう皆さんと演出できたら、ウニダンスを、ね、ウニダンスで決まりじゃないからね、はい、ウニダンスを、ウニダンスだから、たまたまそういう設定だったからでしょ、寿司が好きってなってからのでしょ、はい、なんかこう本当に楽しくあの自分の特技とか一緒にこう持ち込みながらできたらいいなと思っています。私は、乃木坂に加入する前から、13年間クラシックバレエを習っていた。おちょっと言ってなかったじゃないですか。じゃあ本番はね、クラシックバレエを 習っていたり、あと小さい時から演劇に興味があって、こう地元の子供ミュージカルとかにこう毎年参加したりとか、していたので、そういう経験も含め乃木坂に入ってからもこう先輩方のライブでのパフォーマンスとか、そういう表現することに対してすごく積極的にこう今まで取り組んでいたのかなっていうふうに、最後弱最後弱なのかな、なのかな、表現者として頑張りたいと思います。あ、それ可能性ありますよね。ありうることかもしれませんからね。でもさっきもそれこそなんかひょうひょうとボケるみたいなことはたくさんしてたから、ツッコみやすいボケ、いや本当にちょっとやっぱ大阪出身だけあって、ちょっと笑いの下地入ってるんだなみたいな部分もあったりしたので、それも多分見どころの一つになるかなのは、はい、そうですね、うん、今回、このお二人と一緒に精一杯素敵なパフォーマンスをできるように頑張ります。 いつも応援してくださって本当にありがとうございます。精一杯頑張ります。ぜひ見てくださいセレのスマイルは5000円だよやめなさいね、なんていうの初めての経験でドキドキと緊張が止まりませんが、楽しい気持ちで配信を見てくださっている皆さんが元気になれたって思ってもらえるように精一杯頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。いや本当に全くどうなるか読めないので、こういうものを準備してこういう形の作品を届けますっていうことがその日に決まって、その時間に繰り広げられるので、ぜひとも皆さん、その目で、刮目していただいて、参加していただいて、もう皆さんが作家みたいなもんでもありますので、そうか。でもとはいえこれを見てらっしゃる方でその参加する感じじゃない人もいるのか、何を分とにかく楽しいステージになるように、その時間頑張りたいと思いますし、もう頼りになる座長が寺脇さんでいらっしゃいますので、あとはもう信じて、で周りの美女たちをできるだけ、エスコートできるようなそんな男になりたいですぜひ皆さんこうご期待です。軽い気持ちでこうやろうよなんていうことから始まった、企画が今日なんかこうやって皆さんに来ていただいたり、取材されて本当にやるんだというちょっとひしひしとその気持ちが高まってまいりました。とにかくエンターテインメントの火を消したくないということで、今できることを今できる形で、精一杯、皆さんと一緒に楽しんでやっていきたいと思っております。本当にもう辛いこともね、この度多いです、この辺ね多いんですけども、まあなんか僕らはこう前向きにみんなと一緒に、力強く歩いていきたいなと思っておりますので、ぜひ一緒に参加して、いい時間を共有していただきたいと思います。よろしくお願いします。